このタープとジムニーのロープの付け方が、付け方というか結び方なんですけど、こっちが自在結びで、こっちが2ハーフイッチで結んでます。で、すべてタープは2ハーフイッチの結び方でやってましたですね。2ハーフヒッチ結び方やっていきます。まずこのロープ、短い方のロープを長い方のロープの下から上へくぐらせます。もう一度長い方のロープの下から上へくぐらせます。そして引っ張ります。これで硬い結び方ができます。テントやタープ本体につけるのに便利な結び方です。これさえ知っておけばほぼ大丈夫だと思います。タープ設営完成ですね。こんな感じですかね。小雨が降ってます。今日はジムニーで車中泊をする予定です。こんな感じです。それでは宴の準備やっていきますか。高さはこんな感じですね。隠れ家チックな感じですかね。中腰で開けられるか。ギリですね。こんな感じですね。うん、いい空間ですね。楽しみだ。To be continued.